全クロ公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんばんは、緑川ひかるです。今やさみです。内田彩です。高木ゆりかです。ジェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。さて今週も広めのスタジオでアクリル板を設置した上でチェンラジをお届けしていきたいと思います。そして苦節1年今日、チェンラジでプロデュースしたインテリアが実装されました。よーよーよ、多分、何事もなければそうですよね、やっているはず、欲しいな、ね、でもいくらなんだろう。確かにそれ聞いてなかったよね。聞いてませんでした。逆に今リスナーさんのが知って、今いくら何枚だよって。そうですね、つぶやいているかもしれない。何枚ぐらいが希望でした？一緒かね。一緒ですかね。500？安すぎない？500? 500? 風船は安くないとか原価率の問題。水晶高いやんけ。どうしよう、一人だけ2万とかだったら、2万コインとかだったら、いや困る、そのついたてたくさん買うから。そうですよね。ついたてって普段他の2000枚。そうか、絶対そのぐらいいいよな、歌アニメーションしてたから。確かに、やっぱ4000近くするの。あ、でも結構2000が多いですね。あ、スイカとかも2000枚。9周年とかかってたりしてるかな。え、9枚絶対ない。優しさの9枚。ま、皆さんはもうご存知だと思います。なのでぜひね、あのまだお迎えしていらっしゃらない方、ぜひぜひ私たちの愛と、なんでしょうね、愛とアイディアと愛、愛と愛と愛、決勝をお迎えしていただきたいと思います。はい、そして今回のチェンラジもゲストに柳田純一さんが登場します。お楽しみに。それでは始めてまいりましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、者ども時をあげよう。改めまして、緑川ひかるです。今やさみです。内田彩です。高木ゆりかです。では違った。私も呼んでごめん。え、どうする、誰が呼ぶ人じゃんけんする。ゆまいちゃんって書いてあります。いや本当、でもあやちゃんやりたがってるからみんな呼びたいのかと思っちゃってさ。いるのが当たり前すぎてさ。ちょっとみんなで言いますか。だったらさ、柳田くん普通にさ、確かにじゃあ多分いいんじゃないかな。じゃあどっから、高木ゆりかからでいいんじゃない。高木ゆりか、じゃあすいません、2回言わせていただきますね。高木ゆりかです。柳田純一です。いや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 、いつものこの5人でお届けして、よろしくお願い。いやいやいや、ゲストを呼び込んでよ。あまりにも先週の放送がナチュラルすぎてさ、違和感がない。違和感なくてね、いつも5人でやってるって勘違いしちゃってね。ありがとうございます。そんな気持ちでした、はい、ではここから、リスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。こちら給料のくまこさんからいただきました。緑川さん、今井さん、内田さん、高木さん、柳田さん、こんばんは。こんばんは。チェンラジ5周年おめでとうございます。大切な節目をチェンラジファミリーの柳田さんと一緒にお祝いできて本当に嬉しいです。チェンクロでもメガネ&スーツ姿に失神者続出の暴力ベルダーやダスティ、風と雄たけびの戦士長カネードなど柳田さんキャラの実装祭り。特に暴力ベルナーはボイスが以前よりクール&セクシーで新世界での成長を実感しました。皆さんは5年間を振り返ってチェンクロやご自身のことで成長したなぁと感じることはありますか？来年でチェンクロは10周年、チェンラジも10年続くように7月の9周年祭も含めてこれからも応援していますといただきました、ありがとうございます、やっぱり暴力ベルナーは大人気。いや嬉しいよね、なんかチラチラこうツイッターを見てたの、みんな楽しんでくれてるかなと思ってそしたらすごい反応してくれてて、なんか演じた甲斐もあったし、僕自身ね、あの収録するときに絵がなかった
ったんですよ、うん、まだ、うん、そう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 、天野先生が今すごいこう気合い入れて書いてくださってますみたいな感じだったから、うん、僕自身も楽しみで、うん、見た時も本当鼻血出ましたよね、うん、やっぱあの今ちょっと時空が歪んでるんですけど、うん、あの大狩猟戦我々やってるじゃないですか、うん、あのだいぶ皆さんは終わっちゃってると思うんですけど、うんうんうん、ずっとフレンドにあの暴力ベルナを使わせていただいてて安定しますわ、うん、ありがとうございます、うん、本当にありがとうフレンド、ありがとうベルナ普通に強いよねベルナ普通に強い強い、うんうん、これは嬉しいですね、うん、ちょっと気絶するとねたまに死んじゃうんだ、気をつけて今ちょうどやってる、やってるあれ何のことわからない、今のベルナの必殺技でとど、うん、めを刺しました、ありがとうございます、ありがとうベルナさん。続いては青さんからいただいたメールを紹介したいと思います。パーソナリティの皆さん、ゲストの柳田さん、こんばんは。こんばんは。柳田さん、一つ相談なのですが、どうしたんだい。謀略ベルナめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、はい、でもいつも持ってる杖ウルカヌスの魔眼を持ってる雰囲気はないじゃないですか、うん、刻印武器のスキンに何をつけたらいいでしょうか。なるほどね。ちなみに柳田さんはどんな武器をつけましたか。いい質問だね。私は絵と同じ武器を持たせたいので、謀略ベルナーの手みたいな武器欲しいです。謀略ベルナーの手そんな武器名ある。確かにあのアルカナの絵を見ると、うん、何も持ってないんだよね。そう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 、確かに。ユニボンは人形つけてる。はい、ベルナー君をつけてますね。私はベルナーが一番嫌がりそうな武器持たせてる。回す感じが可愛い。じゃあ私はあのウルカヌスのマガンのもっとか黒いバージョンの あるよね。なんだろう、紅のなんとかみたいな。なんだろう、黒いやつ。私黒いだったかな。ちょっと柳田君一応迷った、どれに。僕はね、刻印武器をつけてスキンをつけようと思ったら、うん、刻印武器がなかったっていう、使いすぎた使いすぎて今切れてるけど、僕だったら本を持たせたい。あいいな、謀略っぽい。そう、なんかこう賢くなってるじゃないですか今回のベルナーって、うんうんね、ストーリーを見ても結構こうなんていうの、推理ができたりする男なので、うんうん、そういったインテリジェンスにあふれた武器はどうでしょうか。かもしれない。あ、しかもでもスーツに杖っていうのも実はかっこいいと思うけどね。うんうん、うん、かっこいいよ青さん、私のベルナ。かっこいいよ、かっこいいよね、杖持たせてるけど。あとはそうだろう、花束とかね。あ、似合うかもね、白いバラとか。残武器だったら花束あったけど、まぶきではなかったかな。そうだ、隙がないか。そう、ないかもしれない、うん、そうかもしれないな。あれ今何つけてんの柳さん。僕ですか、うん、僕マジであのポンコツですよ。ポンコツってわけじゃないですけど、あのね、見た目でいくとこのラスティーマナクルっていう。あ、俺も一緒一緒。あ、一緒ですか、うん、これかっこいいですよね、うん、そうそう、確かに。ただこれスキンじゃなくて普通につけてるんで強くないですけど。緑川さんはスキンにしてるってことですよね。うん、俺も普通に、とりあえず。あ、本当ですか、うん、ビジュアル的にこれが一番なんか杖の中で収まりが良かったっていう感じですね。本、私まぶきの本持ってました。おおお、なんてやつ。リンゴの愛読書。あれサインコサインタンジェント。あ、ちょっとあんま頭が良くなさそうな。じゃあ頭いいんだよ。物理部、物理だ、物理部だ。物理部だから。つながった。ちょっとして、歌歌ってほしいですね。そうだね、うん、探しちゃうよ、うん。本いいんじゃないですか。本、うん、ちょっとね、前のコラボのなので、うん、持ってるかわかんないけど、ね、もしあれだったら俺と緑川さんにお揃いにするんだったら、うん、ラスティーマナクルをおすすめします。なるほど。続きまして、じゃあこれもね、柳田さんにちょっとね、うん、柳田さんにも意見を聞いてみたいなというとこなんですけれども、うんうん、ロックウェルさんからいただいたメールです。パーソナリティの皆様、ゲストの柳田さん、こんばんは。こんばんは。柳田さんは一部から参加されてますよね。担当されているダスティやベルナーは最近新バージョンが追加されている人気キャラですよね。また柳田さんは公式生放送で MC を担当されることが多く、進行や喋りがとってもお上手で、安心感と安定感にあふれている方ですよね。
このようにチェンクロに不可欠な柳田さん、まだチェンクロでやってないことがありますよね。何か思い当たることありますか？前から言ってるのは、チェンクロで僧侶のキャラを演じてない。あ、そうだったっけ、まだ、僕ね回復役一個もやってないから、声質的に少ないから、少ない、確かに緑川さんでもやってらっしゃる、あの時も大変だったもん、最初実装の時そうでしたよね、男性キャラの僧侶って少ないですよね。まあでもね、他にもあるんですよ実は。魔人の声、魔人、いや待って、やったことある、魔人ゲッペルツっていう、やってないあのエイプリルフールで出てきた星2の魔人をやりましたよ星2 それカウントしていいですか？じゃあいいですかね、いやでもちゃんとして、いや大丈夫です、あのもう大丈夫です、やりたい、やらせてよ、ちょっと 星5にしてよ。そっか、開発者様よろしくお願いいたしますとロックウェルさんがね言ってくださってるんですけど、もう星2でやってらっしゃるということ、嘘なしなし、今のカットカットということなのでね、だってあれですよ、スキルボイスがトマトを潰してやろうかみたいなことで、覚えてるそんなことで、ね、トマトなんかそんな感じ、トマトを育ててるようなかわいい、まあ、強いか強くないかで言うとね、まあ、わかりやすく、そうですよ ね、 すね、どうでしょうね、スタッフさん今ちょっと私トマトを潰さない方向でお願いしたいんですけど、そうです、ね、もしくはトマトたくさんになったら強くなるかもしれないしね。でも俺もやってないよマジ。え、意外、やってない、やってない、本当ですか、うん、意外すぎた、めちゃめちゃ意外かも、逆 に、 いやいや本当にここにいる女子はみんなやってますもんねユリポンもやってるよね、魔人やってないっけ、え、討伐するばっかり、私は魔人私は魔人やってない、報酬キャラだったのかな、たまにエチゴ、暴走エチゴみたいなのありましたけど、あ、そっか、それか、はい、そうか、え、緑川さん意外、あ、なんかシュザが魔人っぽいから敵なのか味方なのかそのイメージ新鮮のシュザとかめちゃめちゃ魔人っぽいじゃん、なんか錯覚はね、あるよ、ありますね、ありそうそっか、意外だったな、うん、でもまだまだね、こう携わって9年もしくは10年近くなってるということですけれども、うん、まだやってないことがあるってのもすごいよね、そうですね、うん、ね、あれ、俺さ、そう思いがちなのさ、うん、セレンが一応そういう感じだからじゃない、そうだ、でも確か違うよね、違う、魔人で出てきたわけじゃないから、そうだった、だったら緑川さん魔人で、うん、俺が特攻キャラとかのイベントとか逆でもいいけ ど、 ちょっと面白そうじゃないですか、いつか言ってれば叶う可能性あるから、叶うかもしれないから、うん、ありがとうございます、はい、皆さんメッセージありがとうございました。それでは大変お待たせいたしました、今週もここでチェンクロをプレイしてまいりたいと思うんですが、柳田さんにプレイしていただきたいと思うんですが、やりますか、どちらに行かれますか、いやどうなんですか、やっぱりね、ある程度難しいところじゃないと皆さん納得してくださらないんじゃないですかね、なんか測ったようにクリアしてないところが、そうなんですこの日のためにね残しといたんですよ、あーねチャレンジだしてないとこもあるよ、じゃああれか、カネード出てきたから、うん、幻獣の試練行きますか、なるほどね、これクリアしたらキバジャケさんもらえる、ちょっとじゃあこれ開けつつ、お、はい、パーティーこんな感じなんですが、カネード、そしてダスティ、ベルナーで、フィリアナでシュザ様に来ていただき、サブパーティー見てくださいよ、はあら、ちゃんと考えて、 ありがとう、はい、皆さんパーソナリティの4人の方々をちゃんとね応援していただこうと思ってサブに入れておりますよ、すごい細かいね、そこに、そこに、でフィリアナさんは個人的に、うん、お好き好きですね、なんかたくさんいらっしゃるみたいでしたけど、そうですね、推しのうちの一人でありかつ幻獣で強いっていう、ね、うん、ことでちょっと入れてみました、はい、あくまでも強い方が勝ってる、推しの方、うーん、推しかなあ、でもね、いいよね、いいんですよ、うん、で、あの戦士とまで、あのマナがばらけないようにしておりますね、これでちょっとやらせてください、ぜひぜひクリアね、見たいね、クリア、じゃあ行ってみますよ、はい、頑張れ、久しぶりでしょやるの、いや、みんなの前でやるの久しぶりですよ、しかもこのクエスト自体も久しぶり、そうでね、そうそう、クエスト久しぶりで、一回心折れてるからねこれわかります、強いんだもの、だって我々は幻獣の試練すらもうだいぶ前だもんね、そうだね、クリア合宿がありました、
もう今余裕でしょ。余裕かな。このメンツだもん。ラスボスが強かったんだね。やったら強かったから。きっとびっくりするぐらい強くなってんじゃない今。カネードいけ。あ、結構やっぱでも食らうな。あ、強い。うん。油断すると、うん、油断するとこれ持ってかれるね。あんま特攻しない方がいいね。マナはいっぱい。おー、ありますね。使いますか、なんか、うんうん、でもやっぱ1ウェーブ目ってやっぱね、安定、まだエンジンかかってないから、そういうふうに考えると上出来じゃない、うん、ウェーブが進んでいけば。めちゃくちゃ上がってるしか。さあ、ここで千鶴様が頑張っていただき、イリアーナイを出す。かましいの。え、なんか久々にこの面やってるとは思えない。で、ベルナ行こうか。安定感。おお、ここまで来ればやっぱ強いな。うんうん、オッケーオッケー、いい感じじゃん。今んとこそうっすね、余裕感、うん。ただね、最後が強かったんだよね、ここ。8分の6だったっけ、さっき。何て言ってた？8分の7ですね。最後まで行って、最後瞬殺されたんですよ。最後誰が出てくるんだ？クガイかな。最後はね、あいつだよ。どいつ？キマイラみたいなやつじゃなかった？あ、そうだよ。でかい。よ、蘇ってきました。蘇る。あいつ強かったよね。近寄れなかったもんな。それをカネードを引き連れて、カネードで勝ちたいよ。リベンジ、カネード勝ちたいよ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。余裕。今キャラの性能に助けられてる感あるけど。いやでも、これ塔もいけんじゃね。この塔いけるかな。12の1、確かにカネード強いな、うん、不安要素がないですね今のところ。今のところ大丈夫ですか、うん、緑川さんに見られるの緊張するんだよ。なんで。おうおうおう、やっつよ。溶けた。これね、シュザ様のね、自動スキル発動が強いんですよ。やっぱり何もしなくても勝手にやってくれるんで。どっか。まだいかんか。よっしゃ。このウェーブまではクリアできたんだよな、前。うんうん、最後ですよ。余裕。いけるかな。お、余裕。でも全然こんなメンツじゃないでしょ、多分。最後もう全然実装されたぐらいの。あ、クガイ出た。クガイ来た。かわいい、怖い怖い怖い。かわいいのかな。かわいいかな。かわいいかしら。やられとるんやで。クガイの気持ちにもなってやっとるやん。一生懸命か。倒れとるんやで。よし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 。さあ、来た。怖い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 。いや、もう怖くない。嫌な記憶が蘇る。怖い怖い怖い。嫌だ。いや、もうこれ余裕でしょ。ここは行けましたかね。いや、強い。よっしゃー、すごーい。ピンが7秒残しで、7秒残し、うん、余裕だった。これは安心、嬉しい。ずっと苦手意識があって避けてたんですけどね、うん、おめでとう。やった、5個もらえた。いいじゃないですか。ございます。で、せっかくなんで、うん、あの義勇軍本部を、義勇軍本部、その流れでお疲れ様的な義勇軍本部、行きます。実は柳田さんがいらっしゃらない会の時に、うん、
こっそり見せてもらおうって画策してたんですみんなで。マジっすか。そうなんです。戦い終わってお疲れ様的な感じで祝賀会を ね、 そうですね。お見せて。いやこのチームみんなすごいこだわってるでしょ。いや人による。人による。じゃあようこそ我が義勇軍ポイント。あ、今データ引き継いだんでね。そうなんですよ。データ引き継いだんだね。改めて見る機会あんまないですから。ないですか、ね、見るのこれ。飛ばしていいよ。飛ばすよ。あ、こんな最初はこんなだったですね。データ引き継ぐとああなるんだね。こうなるんですよ、うん。遊び方もね紹介してくださってね、ありがとうございます。知ってますよ、知ってますよ、知ってる、知ってる。ということで、おお、あ、なんか男っぽい、はい、確かに想像と違いましたね、うん、ハゼベアです。ハゼベア暑そうだな。ここはね暑いんですよ。見てくださいこのテーブルの上。おお、ガラのいっぱい。そう、もうひたすらベルナーまみれ。まあでもね当然ですよね。まあ愛ですかね。今はね一部屋じゃないですからね。おお、移動しますか。お、じゃあちょっと、推し部屋ないの。推し部屋、じゃあつ、これいろいろ書いてある。これこう言いましょうか、魔法学園。ここでしょ推し部屋絶対。魔法学園の推し、あ、あれ、あ、あれちゃる、さあどうでしょう、これ気づきますか皆さん。あ、学校。そうで、アリーチェとフォルテナータと一緒にいるのが、あ、あれですね、 学生ベルナー。昔の若い頃よ。そうなんですよ。そうか、ということでもし同級生だったらというイフですね。だからイフって書いてあったんだ。そう、ちょっと時空を歪めまして同じクラスにしてみました。どうですか。でアリーチェとフォルテナータは推し。推しですね。僕あのフォルテナータが特に好きです。あら、あらあらあら、だから制服じゃないんだ一人だけ。推しだから制服じゃないです。蹴られてますけど。やめろ、やめろ。あ、そう、クロスの中でもアリーチェは、アリーチェ好きですよ。アリーチェプリンス、ユルボ知ってたの。いや知らなかったですね。初耳ですね。気を使ってくれているんでしょう。まあパーソナリティの方。怪しいな、怪しいぞ。本当の推し部屋があるぞこれは。じゃあ次の部屋行ってみますか。次の部屋はですね、サファリ。サファリ、サファリ、サファリいいな。どういうこと。サファリ、あ、かわいい。獣ばっかり集めてみました的な、はい、サファリパークを作ってみました。でもちょっと怖い。怖いでしょう。生き残れんのだ。ほら見て開いた。ちゃんとねソニックもいるんですよ、うんうん、あれでもあれだね、発想面白いね。緑もっと増やしたらすごいことになりそうなんですよ、ね、サファリ感出る。ちょっとねコインが足りなくてこれが今の僕の限界なんですけど。いやでもなんかね、どのぐらい分けるかとかはさ制限あるけど、うん、もっと増やしたらそれこそそれっぽいよね。そうなんですよ。あの夕焼け空がなんかいい感じで、いい感じですよね。サバンナ感ありますよ、ね、ちょっと大きい木が欲しいですよね。そうだね、うん、まあこんな感じで最後の部屋じゃあ行きましょう。ネモースですね。何がいるの。真の推し、ここじゃない。真の推し、きっと。あーややっぱりやってやがるぜこの男。すみません、やらせていただきました。キラキラだ、すみません。え、本当にラジオ聞いてない。うちの聞いてない。本当に予想通りなんだけど。確かに言ってた通りですね。言ってたの俺が。そう、この子が気に入ってるってユリポンから情報を得てて。あ、そう、そう、いや、ビオデータ絆の生放送の時に、うん、柳田さんが語ってたので。そうなんですよ、うん、このねイラストを見た瞬間俺は迎えるって決めたんですよ。迎える。そしてでもいい、うん、このキャラクターしかいない部屋を作りました。すごいね。でもちゃんと俺だよね、列伝確かにやってるってことだよね、肖像画、ね、でもあれだね、ポスターは気持ち悪いほど置いてはいないんだね。そうですね。一応のデザイン気にして剥がしてきた。あ、今日本当はバーン。嘘でしょ。さっきトイレ行った時でしょ。だったらこの部屋見せないわ、そもそも。そうですね、まあ、一応こんな感じで、皆さんちょっと僕の部屋でお気に入りのとこありましたか、これはいいなみたいな。
サファリ部屋すごい良かった。サファリ、うん、やっぱなんかさりげなくさ、壁が出てた魔法、うん、あれ魔法学園、柳田くん私のキャラ一個も置いてくれてないの。あそこ行っちゃいます。あの入れますか。うん、入れてほしかったどこにどこにどこに入れる。どこにあんまりいない。神神神にします。ちょっとお邪魔。私のキャラで好きなキャラいます いないと思う。僕でも結構リンリー好きなんですよね。あなるほどね、うん、じゃあリンリーさんはあの屏風の後ろに置いていただき屏風の後ろちょっとじゃあ次あの今井部屋作っておきますね。大丈夫です大丈夫です。でもちゃんとやってるね。そうですね、なんかちょっといじり始めたら面白くなっちゃって、うん、そうあんまりそのシンプルですけどね部屋は。でもやっぱり動画普通に考えてもやってる男性って少ないとは思うんだよねパーセンテージ的には。うん、だからねなんかね見られてよかったです。ありがとうございます。はい、ちょっとここで披露するのすごいドキドキするんだけど緑川さんねプレーもそうだけど、うん、愛が強いじゃないですか。いや僕あのもう部屋しかやってない部屋しかやってない人に見せたくないですよ部屋しかやってない人大狩猟戦1日で全部、まあ、集めたとか言わないから。ですよでもありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。公式ウェブラジオチェンラジ、これでみんな大成功。続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。ということで柳田さんもこちら参加お願いいたします。はい、さん、はい、白玉アットチェンクロさんからいただきました。タイトル、支払いはカードでお願いしますってことで見ていきます。せーの、あ、これはまさに柳田さんのキャラクター。おお、見たことあるぞ。でも裏側で出してる、本当だカードの書き込みすごいなこれ、すごい、うん、すごい。どこのメーカーだろうダスティってなんか売る側のイメージあるけど、買うところってちょっと珍しいな。これ面白いです、ね、アイディア勝利って感じですね、うん、サインが見える方を見せるあたり買い慣れてるぞ。買い慣れてるのかな、うん、足についてる、うん、なんていうんですか、本来は銃とか入れるやつなんですか、ね、ここからシャッて出してるのかな本当にねえ、めっちゃ持ってるのか、いっぱい持ってるんだ金持ちか、はい、ありがとうございます。続いてハマチさんからいただきました。タイトル、おそらく初対面ということで見ていきます。せーの、ダン、かわいい、お寿司食べるのか、カネード可愛いな、可愛いですよね、うん、どうやって食べるのぐらいの感じかな、うん、でもわさびとかなんか貴様確かになんかサビ抜きで出してサビ抜き殺意を感じるで、それをずっと眺めてるドールドールこれ可愛い、癒しだな、ございます。続いて給料のくまこさんからいただきました。タイトル、祝開店ダスティ紹介新世界支店ということで見ていきます。せーの、あ、おお、すげえ揃えてくれて、使用スキル、暴略パトリシア、レジェンドダスティ、暴略ダスティ、うん、でこんな感じになるってことですね。連続でスキルを発動したってことですかね。へー、へー、すごい、この一瞬を切り取ったんだ ね、 すごいね、うん、めちゃめちゃ儲かってそう、商売人しかいないから、うん、新しい武器がめちゃくちゃ多いですもんね、この暴略の方、うんうん、傘に銃仕込んでみたいな、確かに仕込み方がどうだいとか言ってるし、ありがとうございます。続いて、もくもくやくもさんからいただきました。タイトル、フィリアナ先生の力を借りて怪盗デルフィーナ飛びますということで見ていきます。せーの、と、飛んでる、すごい、本当だ、これが電池つけてるってことなの、うん、えー、か
え、似合うデリアリーナ。このさ、デンジョース緑川さんの中にも実装したら狙われずに済むのにね。確かに今ちょっと内輪ネタ状態内輪ネタの方にまだ紹介してないから。そう、リーグ本部のあれ見せたかったな。あれか、休憩中にね。今日ずっとそれで笑ってますもん。ずっと今日この技を教えてあげたい。これかわいいな。かわいいですね、これ。私もちょっといろんなキャラでこのデンジやってみたいと思います。ありがとうございます。続いてコソットさんからいただきました。タイトル芽生える何かということで見ていきます。せーの、ドン。これはなんだろう。薄い本が、はい、熱くなるやつだな。薄い本が熱くなるやつ。もうストーリー重めで、あ、ほぼ偶然ですって。でも、でもめっちゃハート出てる。いいもの見ちゃった。見てすぐ後ろキャンみたいな感じですね。他の女子もえみたいな。あとじーっと見てるし。この女子たちはたしなみがある人たちですよね。だから確かに反応できてる。うん、机より向こうには侵入しない。遠くからそっと見つめる。面白い。なんかあ、そう、外の太陽の光もまたね、そうですね、意味深で、いい感じ。でもこれ本当に偶然なんだよね。自分もほらあるけどさ、ずっと放置しといて、これ面白いねパッみたいな。そのスクショも失敗する時あるからさ。一瞬だと。すごい。芽生えるお花が咲いてる感じが本当だ。確かにいいですね。そうですね。じゃああとはね、若い二人に任せて。そして、はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございました。ハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で画像をどんどん投稿してください。ハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合は番組でご紹介させていただきます。さあ、この後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回の配役は私がアル、私今休みがモルガン、私内田彩がケーティ、私高木理香がアリーチェ、そして僕柳田純一がベルナーとカネードです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。いつまでたっても見慣れない光景だよ。幻獣の世界の森の中に謀略の世界の空中都市がそびえ立っているなんてさ。おいモルガン、一度降りてきてくれるかい。あいよ、了解。どうだい、あたりの状況は。空から見た感じ、異変はさらに広がっているね。森の木々と謀略の世界の建物が融合してしまっている現象か。よし、この地図に印をつけてもらえるかな。うん、何か近づいてきてる。伏せて、ムルガ。うわぁ、ベルナーさん、なんでいきなり爆炎魔法なんか放つんですか。もう、今回はただの偵察任務、必要以上の戦闘は禁止って言われてるでしょ。誰かに当たったらどうするのよ、ベルナ。うるせえな、誰かに当てるために撃ったんだよ。ほら、出てきやがれ、消し済みにされていか。ベルナ、ケーテ、アリーチェ、あん？てめえら、アルにモルガ。たく、今の爆炎魔法はベルナの仕業かい。あー、びっくりした。とっさに防御魔法を展開していなかったら危ないところだったよ。直撃はしてねえだろ。ま、気絶くらいはさせるつもりだったが。てかてめえら、こんなとこで何してんだ。それはこっちのセリフだよ。あ、もしかしてあんたたち、あの空中都市から来たのかい。そうか、
ベルナーたちは謀略の世界に行っていたんだよね。空中都市と一緒に幻獣の世界に転移してきてしまったわけか。そうなの、驚いちゃった。街の周りは森みたいになってるし、トカゲみたいな連中は入り込んでくるし。それで私たち森の偵察に来たんですよ。それにしてもすごいわね、二人とも。それが幻獣の力を借りた姿なの？なかなかかっこいいだろう。ワルキューレっていう幻獣の翼なのさ。アルくんかわいい。お願い、そのお耳と尻尾触らせて。私も私も。触ってもいいけど、そんなに迫ってこないでくれ。遊んでんじゃねえぞ、アリーチェ・ケーテ。なあモルガン、アル、お前らはこの世界に詳しいんだな。案内しろよ。あ、そうだね。じゃあ風と雄たけびの種族の集落に行こうか。ここをまっすぐに。待った。どうしたんだい、アル。ベルナを集落に連れて行くのはまずいかもしれないよ。どういうことだい。風と雄たけびの種族は穏やかではあるけど戦闘種族だ。それにカネードみたいに見るからに屈強な戦士もいる。そんなところにベルナを連れて行ったら、絶対に戦いたがる。集落が消し炭になりかねないね。アル君、モルガンさん、どうしたんです？私はひとっ飛び集落に行ってみんなに知らせてくるよ。あとは頼んだよ、アル。うん、よろしくモルガン。さあのんびり行こうか。なるべくのんびり。どうしたモルガン、そんなに慌てて。逃げて。モスクは今すぐ変装して、なんかこう、弱そうな感じに。弱そう、どういうことだ。やばいやつが向かってきてるんだよ。ざっくり言うと義勇軍の区外って感じの。区外だと？まさか義勇軍にもそんなものがいるとは。だがそれならば我が全力で迎え撃とう。迎え。安心しろ、我が輩は風と雄たけびの戦士長だ。いかな強敵にも逃げも隠れもしない。逃げたり隠れたりしてくれって。おいアル、さっきからぐるぐる同じところを回ってないか。そうかな、深い森だからね、道に迷ったかも。マジか。じゃあ一発放って周りの木を消し炭にしちまうか。行くぜ、はぜ。あー、それもダメ。なんか久々に野生味あふれるベルナを感じた。確かにね、ちょっと最近破壊の衝動よりもね、賢い方が出てたから、だいぶ出てたから。そしてカネードとのこう禁断の巡り合わせとかまだ会ってないですけども、合わせたくないですね。合わせたくないですね。そっか。あとまあ当然ね、あの所属、本来の所属だったら会話するはずがない人たちが会話できてるのは楽しいよね。そうだね。アルとベルナーなんてなさそうだ。いや本当だ、そうだそうだ。必死すぎたアル。なんかバタバタしてる方よね。ベルナ区外って言われてる。そうそうそう。義勇軍の区外ってどんな言い方よ。ひどいよ。まあ間違っちゃいないのかもな。よかった。さてこのラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集しますよ。もしかしたら本当に話すことのないようなキャラクター同士を話してくれるかもしれないし、疑問なんかもね答えてくれるかもしれません。皆さんメッセージお待ちしてます。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、ありったけでいくよ。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。まずは現在9周年直前、新世界フェスモルガン編が開催中です。
今回登場したのは幻獣の世界戦乙女モルガン、騎士の残武器、 CV は今井あさみさん、イラストは竹代錦さんです。開催期間は6月14日火曜日までです。そして現在9周年直前デラックスパックが販売中です。こちらはインテリアコイン9000枚、成長アルカナ極みオール9枚、伝説アルカナ全9枚、フォーチュンスフィア9個、フォーチュンリング900個、刻印槍ティタニア、刻印斧アドラステア、刻印弓プロメテウスがそれぞれ1枚入ったパックになります。販売期間は6月27日月曜日までです。続いて現在バカンスパックが販売中です。こちらは渚に咲く立花みゆきと渚の大魔導士アルドラのパックになります。販売期間は6月14日火曜日までです。そして現在9周年直前1日1回無料11連フェスが開催中です。こちらは毎日1回10回プラス1回ガチャが無料で引ける超お得フェスになっています。期間中は毎日0時に無料で引ける10回プラス1回ガチャが復活しますのでお見逃しなく。開催期間は6月28日火曜日までです。続いて現在9周年直前復刻ヒロイックフェスが開催中です。ダブルエースレアは必ずヒロイックスキルを所持したキャラクターが登場します。ガチャを80回引くとフェスに登場するダブルエースレアキャラクターのいずれかと交換できる選べるキャンペーンチケットのガチャボーナスがついてきます。登場キャラクターはこちらです。開催期間は6月14日火曜日までです。続いて最新フェス情報です。6月14日火曜日よりシンパシーレジェンドフェスが開催されます。今回登場するのは次期三つ星教授クラウディア、魔法使いのまぶき、 CV は花澤香菜さん、イラストはハッカンさんです。イラストをご覧ください。じゃじゃん。クラウディアといえば、フィリアナの妹になるんですか。やっぱ柳田君的には僕ね、あの姉妹好きなんですよね。やっぱり本当に申し訳ないです。なんだろうな、あのフォルケナータもそうなんですけど、ちょっとこう高飛車な女の子好きかもしれない。高飛車の女の子にいじめられたい、いじめられたいのか。そうだな、確かにそうだな。ビオレータもそうだもんな。俺そういう癖あんのかな。そうみたいだね。暴露されつつあるね。チェンラジありがとう、教えてくれて。そしてドラマ動画が今日あるようなので見てみましょう。どうぞ。ね、どこに行ってたんでしょう、ね、姉妹揃ってましたけれども、お楽しみに。続いてスキル動画もあるのでご覧ください。愛がゆえに異なる道を。お姉様の妹なのですから。開催期間は6月21日火曜日までです。続いて最新パック情報です。6月14日火曜日より戦うお菓子屋さんドゥルセの賢者の塔ドゥルセパック、新進気鋭の優しき守護者カレンの賢者の塔カレンパックがそれぞれ販売されます。続いて最新イベント情報です。9周年直前メダルハントイベントマジカルバザーが6月16日木曜日より開催されます。あらすじをご紹介します。マジカル魔女っ子軍団に所属するタルナ、プルナ、リーゼロッテは悩んでいた。軍団には今何かが足りないと。それはどうやらマンネリから来るものであるらしい。魔女っ子は常にリニューアルを重ねていかねばならぬのだ。そこで新たな小道具や衣装を揃えるべく学園内品評会を兼ねたバザーに参加することに。生まれ変わった自分たちを見せるためにマジカル魔女っ子軍団が成績上位を目指す。
はい、そしてメダルハントイベントマジカルバザー支援フェスも6月16日木曜日より開催されます。今回登場するのは創世の魔術師パルナ、魔法使いのまぶき、 CV は内田真彩さん、イラストはまっつんさんです。ということでまずこちらのパルナのイラストをどうぞ。青い方がパルナ、かわいいですね、キランキラン、キュルン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 いい、なんかお洋服の色合いが、うん、ね、とっても素敵、素敵です。青だけどいろんな、うん、ね、色使いしていらっしゃる。はい、はい、そして続いてもう一キャラ、創世の魔術師プルナ、魔法使いのまぶき、 CV は内田真彩さん、イラストはまっつんさん。こちらのイラストもご覧ください。ピンクのね、うん、おー、あれスカートがなんか左の方、あ、見えてるね、見えてる、本当だ、隣にいるんだ。ということは、あ、あれまた姉妹ですね。姉妹ですね。あら、いやいや、僕姉妹だからいいわけじゃないですか。高飛車じゃないと嫌だ。あ、ごめんね、二人とも可愛らしい系、うん、そこ間違ってもらう、ごめんごめん、本当ごめんね、うん、これすごい、私今気づいてやったんですけど、カバン見てください。カバン、あ、なんかついてる、あら、ついてる。さっきのパルナにもいたってこと？もう一回見てみます？あ、何？ユタガラス？ユタガラスだ。あら、おお。かわいい。そういうの好きですか？へえ。色がちょっと同化してたから確かに確かに。気がついた。よく気づいたね。気づいたね。さすがあやちゃん。かわいい。肩肩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 メダルハントイベント支援フェスともに開催期間は6月21日火曜日までです。続いては9周年祭の続報です。来る7月17日日曜日、9周年なので、ナインスアニバーサリーですね、絆の大感謝祭ファンミーティング2022が開催されます。生放送開始は17時となります。本日は絆の大感謝祭の企画を発表したいと思います。まずチェンクロ9周年オンライン質問会ということで、こちらは生放送開始前に行われる参加者だけの質問会になります。参加方法は後日発表させていただきます。そしてここからは生放送内のコーナーをどんどん発表しますね、まずはチェンラジ絆の大感謝祭2022出張版、はい、そしてひよにと一緒オンライン2022今回はメンバーが多そうな気がする、なんだろう、危険な香りがするぞこれはい、そして、チェンクロクイズロワイヤルオンライン2022、はい、これもかなりね難しい問題が予想されますのでね、はい、そしてチェンクロ9周年スペシャルドラマ、はい、チェンクロ9周年義勇軍本部自慢、はい、さっきね僕ちょっと披露させていただきましたけれども、どんどんね、応募していただいてね、見たいですよね、はい、どんな義勇軍本部があるんでしょうね、はい、そしてチェンクロバトルロワイヤルオンライン2022ですね、そしてチェンクロ2022夏の陣でございます。各コーナーの詳細や参加方法は後日発表させていただきます。絆の大感謝祭の情報は9周年のサイトをチェックしてくださいね。以上チェンクロ最新情報でした。してきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。いやレギュラー5人でお届けするチェンラジ、ね、本当に安定感がありますね。ゲストだぞ、素晴らしいですね、伸び伸びですね、伸び伸びだな、呼び込みなかったからな最初な難しいとこも全部読んでくれるし難しかったな、ゲストにやらせる量じゃねえ な, なそうか、思っちゃった、まあ嬉しいですけどね、そうですよね、うん、いやでも牛群本部ありがとうございます。いやありがとうございました、良かったですよ、うん、壁がねちょっとバレちゃったなこれな、ね、やっぱり予告しなくてよかった ね、 確かにね、なんか隠されてたかもしれないもんね、あちょっと取り繕った部屋にしてたかもしれないな可能性あるから、まあ、ビオレータ様ですよ神って書いてある、神って書いてあるからねすごかったよね
防線横に入ってました。確かに。はい、というわけで本当にゲストの柳田さんありがとうございました。ありがとうございました。次一緒になるのはあれですかね、9周年のね、絆の大感謝祭にはきっとこのメンバーはいるんだろうな。このメンバーはいるんじゃないかな。よっぽどなんか用事がありなきゃ。用事用事で前回はちょっとあの全員が揃ってなかったりしたから、そうなんですよ ね揃うと嬉しいですね、嬉しいね。さてさて、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしてます。音声の番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに聖霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/yanagitar です。こちらにアクセスしてください。これ俺のツイッターのアカウントじゃない。そんなことあり得るのこんなこと。ねえ、あれかな、もう柳田は使っちゃってたのかな。使ってたのかな、別のプレゼントで。びっくりだよ、これでなんかあれだよ、変なリップとか増えたら俺をマジで恨むからね。いや、ジェンクロのリスナーさんはですね、まあ、ジェンクロのリスナーさん大丈夫だと思うけども。大丈夫です、安心してください。万が一来たらスタッフが責任を取りますから。わかりました。はい、こちら受け取り期間は6月20日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木由里香と柳田純一でした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。